元キングプリンスの岩橋元気が8月13日更新のインスタグラムでタトゥー姿を披露している。岩橋はサマーバイブスの短いメッセージを添え寝そべる姿やプールや屋外での一コマをアップ。写真では両腕にがっつり入ったタトゥーも見える。写真、こんな似合わない人初めて見た賛否となった岩橋のがっつりタトゥー。コメント欄には かっこいいしセクシー手の欠陥たまりません。いや可愛いけどかっこいい,い、といった賞賛の声が相次いでいる。だが、アカウント以外のネット反応はかんばしいものではない。結局この子は何したいのだろう。なんでタトゥー入れるかなどうも良さが理解できないな。こんな入れ墨に合わない人初めて見たかも。なんか中途半端、中一の息子みたいな体型 岩橋は2010年に旧ジャニーズ事務所に入所。セクシーゾーンの弟分ユニット、セクシーボーイズメンバーを経て18年にキンプリコとキングプリンスとしてデビューを果たす。しかし、パニック障害に伴う休養と活動再開を繰り返し、21年3月いっぱいでキングプリンス脱退とジャニーズ事務所対象を発表している。23年にジャニー北川氏、 19年没の性加害問題が大きくクローズアップされる以前のやめじゃにタレントの一人だ。SNS でたびたび見せるタトゥーに不評の声も、当時岩橋に向けられていた評価を芸能プロ関係者が語る。岩橋さんは身長165センチと小柄であり、オーソドックスなかわいい系のジャニーズ系タレントでした。 本人の中にはそうした見られ方に不満があり、ワイルドにイメチェンしたのかもしれません。ですが、SNS でたびたび見せるタトゥーにネットは好評とは言い難い反応ですね。特に夏場で肌の露出が多くなり、その反応が強く出たのでは。ネット上でも、昔は可愛かった。いかにもジャニーズって感じだったよね。かっこいいより可愛いタイプだと思うんだけど、 だからこそ、タトゥーとの相性は悪いと思う。ファンの多くは拒否感あるんじゃないかな、といった声が聞かれる。この他、アイドルやってた人がこの路線に行くと嫌な予感しかしないね、といった心配の声も。岩橋の今後が気になるところだ。